お待たせしました、小太郎ちゃん来ました。あ、全員揃ったね。いらっしゃい。会社でね、引っ掛けられた？はい。大丈夫。ではでは、これもらってないですね。はい、これは後でゆっくりお呼びください。はい。はい、じゃあ皆さん、やりましょう。今日の誕生日にお集まりでありがとうございます。すいません、ちょっとあの、こちら設置外で名前のネームカードがなかったりとか、ちょっと何か言ったら、もうみんなもらってますね。はい。大体2時間ちょっと楽しんでいきましょう。でちょこちょこボタンを休憩しながらやりますが、はい、今日は飲み放題なので、皆さん申し上げろって言ってくださいね。お菓子左右にあるのかな、差しあるんで、あのスナックは食べちゃってください。で開けたものはもう持って帰っちゃってください、はい、であとおタバコは玄関の方でお願いします。であとは何かあるか、あと今日グッズがあるんで、これあの新しい自分でやろうって言ってて当たったのが多分1問ぐらいしかなかった。結構みんなも悩んでたけどね。
で当たった方には小太郎に絵をリクエストできます。ただ1枚限りね、1回当たったらもう次の2枚目だやってやるね、便利ですよ。小太郎さん自分でやるってほぼ外れましたから。で小太郎も答えます。で小太郎も答えるんですけど、小太郎の答えは皆さん誰か最初に答えた人の後にやります。正解が出た、でも小太郎が入ってやった時の方が早ければ、それが小太郎の正解から始めれば小太郎阻止です。ね、こんな感じで分かりますか。こんな感じでやっていきましょう。小太郎さんじゃ今の感情を入れてみますか。はい、今の気分を。はい、でこの絵もプレゼントします。おお、はい、すごいかわいいね。そんな感じでやっていきますよ。じゃあもうせっかくだから、ただ一回お客さんと喋れば、皆さんもうご飯食べてきたんですか。今ここで食べてるの、持ってきていいんだよ。なんだっけ、出前のやつ、ウーバーイーツやってもいいんだよ。いいのに全然いいよ、全然いいよ。出前もありますから、ね、はい、みんな9月はどうですか。どういうことだ。9月はどうですか。だいぶ涼しくなってきたね。ね、過ごしやすくなってきましたね。ね、え、小太郎は寒くてこたつが欲しいですよ。まだ早いだろ。こたつが欲しいだけだろ。閉まっちゃってんね。誰で鍵閉めたの。
あれ狙いどうなっちゃうの？あははは、千葉県民ですか？はい、じゃあ、ちょっと音楽を見せたことで行くかと思います。今日お誕生日なんですよ。ちょっとじゃあ、ありがとうございます。めっちゃうまそうやんこれ。あ、ただ10件まだ話10件カッパのお頼みくんって入る。じゃあちょっと写真撮ろう。写真ね、せっかくだから、はい、前出てもいいですよ。こっちも向いてね。ありがとうございます。ゆっくり左も向いてあげて。左もね。すごい美味しそうだね。どう？まだ大変鈴木
そうなんですけど、みんな気をつけて元気出すよって。
本当はね、あのイベントで歌、隅田のイベントで歌うはずだったんだけど、ちょっとね、歌えなくなり、まあ、やれなくなっちゃったからね。あの聞いて分かる通り、清水貴彦さん、はい、あの曲を作ってもらって、歌詞は僕が書きました。ね、あの小太郎と皆さんが北九州県外で遊んでるイメージを浮かべながら書きたいんだよね。いい曲になったね、小田さんね。覚えやすいでしょ。何この曲ね、そうそうそう、ね、こんな感じで、あのちゃんとね、隅田で歌えるといいね。来年は歌えると思いますね。今ぎっくり腰ですよ、ね、そうです。高平さん、ぎっくり腰ですけど、はい、そんな感じで、今日本当ありがとうございましたね。あの焦らないでいいんで、あのゆっくり帰ってください。お店はまだやってますから、はい、小太郎はね、もう早く寝ないといけないので、はい、ね、まあ、そういうことだから10時半までお店は開けておきますんで、まだ飲みたい人は飲んでてください。それまで飲み放題でいいですからね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ小田さんは帰るだよ。帰ろうね。謎謎のトレーニングしたら。あ、トレーニングはね、マサル君と俺の持ってるから大丈夫だったね。大丈夫大丈夫、パズン食べる。はい、じゃあ行きますよ。はい、行きましょう。